皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。この動画は理科の観察や実験でテストに出やすい問題、これを予想してどういうふうに答えたらいいかを説明していく動画です。今回は中学2年生の理科、露天の測定と水蒸気量についてお話しします。ステンレス製のコップに汲み置きの水を入れ、氷を入れた試験管を使って水温を下げていった。この時部屋の気温は25°C で、水の温度が15°C になった時、コップの表面が曇り始めた、こうなっています。このステンレス製のコップというのは金属製のコップになっていることもあります。ここにステンレス製のコップがあって、汲み置きの水がここに入っています。そしてその水の温度を温度計を使って測って、氷の入った試験管でこの水をどんどん冷やしていく。そうすると15°C になった時、この表面に水滴がついたんですね。それが曇り始めたということです。さて、その隣には気温と飽和水蒸気量、この表があります。飽和水蒸気量というのは、その気温の時空気1立方メートル中に最大何グラムの水蒸気が入っていられるかを表しているものです。では問題にいきます。1、汲み置きの水を使ったのはなぜか。これは部屋の室温と水の温度を一緒にしておくため、部屋の室温と水の温度を同じにしておくため、こう答えてください。2番、ステンレス製金属製のコップを使った理由はなぜか。これは温度を伝えやすいから、ね、金属というのは温度を伝えやすいんですね。だから温度を伝えやすいからと、これが答えになります。3番、コップの表面が曇り始めた時の温度を何というか。これなぜ曇り始めたかというと、この表面に触っていた空気、それに含まれていた水蒸気が水滴に変わったんですね。水蒸気が水滴に変わる時の温度、これを露天と言いましたから、3番の答えは露天、これは答えになります。漢字はこのように書きます。露天です。4番、この部屋の空気1立方メートル中に含まれる水蒸気は何グラムかと、これはこちらの表を使います。そしてポイントとなるのは15°C、露天の温度なんですね。15°C を見ると 12.8g になっています。実は露天、これは実際に1立方メートル中に何グラムの水蒸気が入っているかというのを表しているんですよ。これを忘れちゃってる、また知らない人が多いので、ここで覚えちゃってくださいね。露天を見たら、表の露天を見たら、実際に何グラムの水蒸気が1立方メートル中に入っているか、これが分かるということです。ですから答えは15度の隣に書いてある 12.8g、 こうなりますね。 12.8g です。5番です。この部屋の空気の湿度を小数第2位を四捨五入して求めましょう。この湿度を計算する式覚えてますか。その気温の飽和水蒸気量分の実際に入っている水蒸気量、実際に1立方メートル中に含まれている水蒸気量かける100で答え%で出すんですね。ではその気温25度ですね。25度の飽和水蒸気量は 23.1 ですから、分母は 23.1 分の、実際に入っているのは 12.8g ですから、 12.8×100、 これを計算します。この時このようにしてください。 23.1 分の 12.8×100、 こちらをこの 12.8×100 を先に計算しちゃってください。そうすると1280ですよね。ですから 1280÷23.1 を計算します。そうすると計算ミスが減ります。これを計算すると
55.41 と小数第2は1ですね。小数第2を四捨五入するのでこの1切り捨てになりますから 55.4 が答えです。55.4% と、このパーセントも忘れないようにしてください。よろしいでしょうか。今回は露天の測定と水蒸気量についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。